はい、どうも皆さんこんにちは。竹壺チャンネル店長の竹中です。店長の舞子です。まあ、4月に入ってね、まあ、新入学とか進学ということでね、グローブの買い替えが多くなってきましたね。でそういった時に、まあ、グローブってやっぱり個体差あるんですよ。まあ、人間でもいっぱいいろんな人間いるじゃないですか。いうようにこれも牛の皮でできてるので、同じ品番でもこの手入れ口とか全然違うんですよね。もうこのグローブはもう これしかない、唯一無二なんですけど、そういう時にここのね、手がブカブカ、手入れたらこう抜けてしまうことあると思うんですよ。そういったグローブでもあることをするだけで手にねフィットしやすくなるとか、こう落ちなくなる方法がありますんで、それをね紹介していきたいと思います。それではね、紹介していきたいと思います。で一番やっぱりお客様に、手がブカブカの時に言われるのが、ここをね、通常ここって1個空いて作られてるグローブっていうのは、でここを、1個閉めてくださいっていう声も出ます。特に少年野球多いですね、そういった声が。で閉めるとここがね、こうなるんですよ。穴が1個閉まったんで、当然ここも小さくなります。でギュッとなりますね。これギュッとなります。ただこれ一つデメリットがありまして、これをするとですね、やっぱりね閉じたくなります。なんでかっていうと、グローブっていうのは手出してもらって手握ってもらうと、こういう状態でやってるんですけど、ここが閉まるということはこっちの圧力が増したんで、ここもつまんでもらうと分かるんですよ。つまんでやったらちょっと閉じたくなりません？あ、やりにくいです。なんか硬いというか硬くなるんですよ。そういった面があるんで閉じづらくなるっていうデメリットがあるので、片付けとか一緒にお願いする場合は全く問題ないんですけど、新品で硬いもの持って帰れる場合で閉めてしまうと、ただでさえね子供さん握力ないのに閉じづらくなるので、片付けしない場合はただ閉じるだけでも一つ難しい一面があります。大人の方やったらいいかもしれないんですけど、それでも閉じづらくなるのは一緒なので、そういった場合はですね、ここを閉めるんじゃなくて、グローブのねこの部分あるじゃないですか、紐が取ってる部分をこうキュッとやってね、こう緩むんですよ、やっぱり新品でも。そこをねキュッと締めてあげると、簡単にここがキュッと閉じるんですよ、ね、そうするとここはその手口のところは維持したまま閉まる。これね結構新品のグローブやります。僕ちょっと手大きいんですけどって言われた時に、あ、じゃあここちょっと締めますねって言って、こういったね、市販のラジオペンチでこう削ったらいいんですけど、ヤスリでこれで順番に締めてあげるとここが閉じますので、はめた時にこう抜けなくなるのがあります。これはね意外と知られてないことが多いと思ったんで、今回紹介したんですけど、一つ僕はいいかなと思います。その他閉じ方もいろいろあって、これとかね、かぶせ閉じ、これは見た目はちょっとなんかね、クロート好みになるんですけど、この方法すると小さくなる上に調整できるんで、これでこれを持ったらこっち引っ張ればもっと小さくなる上に、ここが実はついてないのですごい動きがいい、これもできます。ということはこっちのこれを一歩締めるより、かぶせ閉じをする方がこのここを突っ張った感じにならずに手口が小さくできる、小さくできるってことですね。そうですね。ただ少年野球とかたまにねこれをおすすめする場合もあります、大人でもいいんですけど、大人の場合は全然そこまでやる必要ないと思うんで、こういうのも全然、ちょっと見た目がみんなと違うっていうの嫌じゃなければ一つおすすめする方法でもあります。あとその他にも一つ方法があって、僕らスラッガー締めとか言うんですけど、揉みした時にやってしまうんですけど、ここでね閉じる。でこれのメリットとしてはこう引っ張れるんですよ、引っ張れるから自分の手に合ったふうにできる、のでここよりフィットできます。これも一つね、芋見したらほぼこれやっちゃうから、形にもよりますけど、こういうふうにでここで結ぶっていう方法もあります。あと一個ね閉じ方ありまして、このかぶせ閉じがちょっと見た目がちょっとみんなと違うの嫌だなっていう気になる方は、昔僕ちょっと試練をしてもらったんですけど、特殊な閉じ方もあるんですよ。これは、こうやってここから入ってこうループさし、ここから入ってループさしてるんですけど、引っ張れるんですよね。これをこうやって引っ張る、で閉まるでしょ。
締まるプラス、まあ、ここで結ぶんじゃうんですけど、そんなにこれ違和感ないじゃないですか。そうですね、見た感じは。これの最大のメリットは ここをね止めてないから、うん、突っ張り感めちゃくちゃ軽減されてるんで、まあ、一つおすすめの、うん、でこれを結べばいいんですけど、はい、結んでみると、まあ、ちょっとごめんなさい長いんであれですけど、まあ、見た目的にはそんなに違和感はないですね。ないです、全然。こういう方法も一つありますんで、まあ、特殊閉じ、名前ないからもう特殊閉じって言ってますけどまあ、これ言えなかったらこっちから通してこれ結ぶとかもね、一つオプションとして見た目だけの問題けどあると思います。まあ、これはね新品だけじゃなくて使い古したグローブとかもさっき言ったようにこういうとこ伸びてくるんですよ。当然ね、ここも伸びますけど、こういうとこ伸びるんで、ここ締めてあげるとまだねフィット感がより高まるので、お困りの方は野球専門店、まあ、竹原スポーツももちろんやってますし、閉じ方もねいろいろあるので、新品の変わる際とかご要望していただけたら、お客様に合わせたカスタマイズをしますので、よろしくお願いします。おまけ。はい、久しぶりのねおまけコーナーということで、今月ねちょっとお知らせがあります。今月の、17日、まあ、今週の土曜日から、25日日曜日まで大感謝フェアということで、まあ、5000以上お買い上げの方で、毎年これのね、まあ、ガラガラ抽選、これ本当あるんですよ、ガラガラが。それで回して当たりが出たら商品プレゼントみたいなやります。抽選するには、LINE 会員に至っていただいた方には LINE のクーポンを送ります。それと店頭をいただいて、5000以上お買い上げの方にレシート1枚で1回引けますんで、はい、まあ、うちに来て5000円以上買ったら LINE 入ったら2回引ける、はい、で今年も特賞は、はい、グローブが1万円でお出できます。去年はねちょっとコロナでできなかったんですけど、毎年やってまして、一応水野はちょっと BSS グローブをこちらできます、はい、あのスピードドライブテクノロジー、はい、と Z、はい、と SSK、はい、とまた、はい、このスラッガーが、はい、1万円でオーダーできるっていう、まあ、税込みだと1万1000円か、はい、1万1000円でオーダーできるっていう権利が出てきますんで、はいはい、まあ、その他にもそのグローブいらないよってくると思うんで、はい、そういう子にはバットだとか、はい、こういったちょっと超高価景品をねご用意しますんで、はい、ぜひねご覧ください。あの当店ね、あの駐車場、専用駐車場も今なくなってしまったんで、あのお近くのパーキング止めていただいたら、コインパーキング止めていただいたら、あの200円分、はい、最大200円分キャッシュバック、まあ、40分ぐらいの分はね、はい、キャッシュバックいたしますので、この辺のコインパーキングは全部駐車場だと思ってもらっても結構、はい、結構ですので、あの分からない際は、まあ、電話していただいてこう案内とかしますので、はい、ぜひねご覧ください。まあ、景品はねこれから準備しますので、結構ね毎年効果な景品を皆さんに喜んでもらってるので、そうですね、はい、1年に1回のことですので、はい、はい、楽しんでほしいと思います。はい、あのガラガラ自体がね楽しいですよねガラガラってですね、はい、それとまだツイッターの方で、はい、これ終わってから、第2回の竹原スポーツパークのデザイン選手権でまた6個デザイン作ってますんで、はい、いいねとリツイートしていただいたら実際にその6つの中で1位を決めると言っております。その投票してもらった人、ね、1人また抽選で、あと当然フォローしてもらったね、ツイッターを、はい、またその人とは無料で水プロのオーダー作ると、問題奉仕を続々とこう続いていきますので、はい、まずは今週末の、17日からの大感謝フェアを行いたいと思いますので、ご来店よろしくお願いします。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。